こんにちは、マネーの研究室の立花良馬です。今回は、オリーブは本当にお得ですかデメリットや注意点はありますかと疑問を持つ方向けに、オリーブを使う前に知っておくべき注意点やデメリットを間違いやすいポイント、設定方法と合わせて詳しく解説していきます。三井住友カードや三井住友銀行などを運営する三井住友グループでは、普段の買い物や SBI 証券の取引などがお得で便利になる、オリーブというサービスを開始しました。このため、最近、Twitter や YouTube など なので三井住友カードや sbi 証券ユーザーにとってオリーブは本当にお得ですかデメリットはありますかオリーブを使い始める際に注意点はありますかなどの質問をいただくようになりましたそこでこの動画ではこれらの疑問点に答えるためにオリーブの特徴やメリットの復習デメリットになり得るポイントまたオリーブを使い始める前に知っておきたい注意すべきポイントさらに複雑なオリーブを始めるまでの流れ手順などを詳しく解説していきますオリーブを使い始めるか迷っている方またオリーブを使い始める前に注意 や失敗しやすいポイントを頭に入れておきたい方はぜひご覧くださいそれでは動画の本編に入っていきますそれでは初めにオリーブの特徴やメリットを簡単に復習していきます オリーブは三井住友カードや三井住友銀行など三井住友系サービスをまとめてお得に管理できるサービスです。利便性はもちろんですが、次に解説するようにお得なメリットが多いため、三井住友カードのユーザーの方はもちろん SBI 証券ユーザーの方にも人気のサービスとなっています。オリーブの主なメリットは以下の4つが挙げられます。対象のコンビニや飲食店で最大15%のポイント還元が受けられる。定額自動送金など三井住友銀行の各種サービスが 無料で受けられるオリーブアカウントの選べる特典でポイント付与やポイント還元率アップなどが受けられる SBI 証券との連携でお得で便利などの4点です実は私自身三井住友銀行の口座を持っていませんでしたが三井住友カードや SBI 証券のお得度、利便性がアップするため、早速、オリーブアカウントの開設や設定を行いました。ちなみに、SBI 証券ユーザーが、オリーブアカウントを開設、連携する場合の具体的なメリットは、こちらの3つになります。毎月1回、投資信託や米国株を購入することで、コンビニや飲食店などの加盟店で、ポイント還元率が最大1%アップ。オリーブ、フレキシブルペイで、クレカ積み立てが可能。SBI 証券の取引残高、損益状況も確認できる。 利便性はもちろんのこと、普段の生活で利用するお買い物などがお得になるので、SBI 証券ユーザーの方、特にクレカ積み立てを行う方におすすめのサービスです。ちなみに、加盟店での支払いは SBI 証券での取引に加えて、他の条件を満たせば最大15%まで還元率がアップします。ここで挙げた各メリットの詳しい解説や、オリーブフレキシブルペイの特徴やメリット、注意点などの詳細は別の動画で詳しく解説しています。概要欄にその動画のリンクを掲載しておきます。 ので気になる方は是非ご覧ください次に本動画のメインテーマである「オリーブ」を使う前に知っておくべき注意点やデメリットになり得るポイントを1つずつ詳しく解説していきますそれでは早速1つ目の注意点から解説していきます1つ目の注意点は「オリーブアカウントを開設する際三井住友銀行の口座解説」 さらに、オリーブフレキシブルペイの発行が必要になる点です。そのため、銀行口座やクレジットカードをこれ以上増やしたくない方はデメリットになる可能性があります。ただし、銀行口座やカードの発行手続きの手間を心配している場合は、オリーブアカウントの申し込みの際に、銀行口座やカードの発行手続きが同時に行えるので、面倒な手続きなどはなく、心配の必要はありません。私自身も三井住友銀行の口座を持っていなかったので、今回のオリーブの申し込みの際に、三井住友銀行の口座を同時 解説しましたオリーブの始め方や三井住友銀行の口座解説フレキシブルペイの発行方法などはオリーブの始め方に関してまとめた動画で詳しく解説しています概要欄にその動画のリンクを掲載しておきましたので気になる方は是非ご覧ください 二つ目の注意点は、オリーブフレキシブルペイの引き落としに使える銀行口座が、三井住友銀行のみという点です。三井住友カード、ナンバーレスなどの、他の三井住友カードは、楽天銀行や、住信 SBI ネット銀行などのネット銀行でも引き落とし口座に設定できますが、オリーブフレキシブルペイの引き落とし口座は、三井住友銀行しか設定できません。そのため、普段メインバンクとして使用している銀行が、三井住友銀行以外の場合、フレキシブルペイの利用額を毎回振り込む必要があります。私もメイン メインで利用している銀行は楽天銀行なので毎月フレキシブルペイの引き落とし金額を三井住友銀行に振り込んでいます。ただしこの毎月振り込みも悪いことばかりではありません。オリーブの選べる特典には給与年金受け取り特典として毎月200ポイントがもらえるものがあります。この特典は給与や年金の振り込みがなくても2ヶ月連続で一度に3万円以上の振り込みがある場合2ヶ月目は給与受け取りの扱いとなるので毎月オリーブに振り込みすることで条件を満たし200ポイントをゲットすること そのため振り込み自体は確かに面倒ですがお得も享受できるのでそこまで大きなデメリットではないでしょう。 次に還元率に関するオリーブの注意点について解説していきます。最大15%還元でお得なオリーブですが、この最大還元が受けられるのはセブンイレブンやローソン、マクドナルド、ファミレスなどの対象店舗のみとなっています。すべてのビザタッチ決済ができる店舗で高い還元が受けられるわけではないので注意しましょう。ここで最大15%還元が受けられる対象店舗について確認しておくと、まず、 コンビニでは、セブンイレブンやローソン、セイコーマートやポプラなどが対象となっていることがわかります。ちなみに、ローソンの系列として、ナチュラルローソンやローソンストア100、ローソン 3F も対象になるほか、各コンビニの系列として、タイエーやハナマスクラブ、長谷川ストア、生活再開なども還元の対象になります。また、ファミレスのジャンルでは、サイゼリアやガスト、 ココス、ジョナサンなど様々なファミレスでポイント還元が受けられます。ガスト以外のスカイラークグループの飲食店も対象なので、ステーキガストやグラッチェガーデンズ、武蔵の森カフェ、アイアなどもポイント還元の対象になります。そしてファストフードではマクドナルド、はま寿司やかっぱ寿司。 さらに、ドトールなどのカフェ、コーヒーショップが最大15%還元の対象となっています。限られた店舗ではありますが、このようにコンビニやファミレス、カフェなど幅広いお店で最大15%のポイント還元が受けられます。 次に、デビットモードの支払いで還元率が下がってしまう点について解説していきます。オリーブフレキシブルペイのクレジットモードでは対象店舗のビザタッチ決済でプラス4.5%の還元が受けられますが、デビットモードにしてしまうとこのプラス4.5%還元が受けられません。例えば、V ポイントアッププログラムでプラス3%の還元が受けられる支払いの場合、クレジットモードではビザタッチ決済の特典と合わせて合計8%の V ポイント還元が受けられるのに対し、デビットモードの場合、ビザタッチ決済のポイント上乗せ分 がなくなるため還元率が3.5%と激減してしまいますそのためビザタッチ決済特典が受けられる店舗での支払いはもちろんのことお得度を優先するならクレジットモードがおすすめですちなみに私の場合オリーブフレキシブルペイの支払いモードは常にクレジットモードにしています このデビットモードの還元率が下がる点について ID 決済する場合強制的にデビットモードになってしまう点もオリーブの注意点の一つです。こちらの三井住友カードの公式ページの説明にもあるようにオリーブフレキシブルペイで ID を利用する場合支払いモードがクレジットモードやポイント払いモードになっていても強制的にデビットモードになってしまいます。一つ前の注意点で解説したようにデビットモードでは追加のポイント還元率が受けられないので ID とビザタッチが両方利用できる店舗ではプラス4% 4.5%還元が受けられるビザタッッチ決済をクレジットモードで利用しましょうちなみにレジでは「ビザタッチで」といえば大方伝わりますがレジの仕組み上の問題やビザタッチをよく知らない店員の方によっては「クレジットカードのビザタッチ決済」と伝えるべきケースがあるようです。 それでは次に初期設定のままだとオリーブの選べる特典でポイントがもらえない点について解説していきます。まず選べる特典について簡単に復習しておくと選べる特典とはオリーブアカウントを開設した方限定で各種特典から毎月自由に選択できる優待サービスです。特典、優待サービスはこちらの4つから選べます。 各特典の内容を詳しく見ていくと、まず、給与、年金受取特典では、特典を選択した月に、給与や年金の受け取りがある場合、翌月の第3営業日翌日に200ポイント付与されます。ポイントの有効期限は、付与された月から数えて24ヶ月後の月末までの約2年で、Web 通帳に、給与振込、年金振込と表示される明細がある場合、対象となるようです。 また、給与振込という明細がない場合でも、2ヶ月連続で一度に3万円以上の振込がある場合、2ヶ月目は、給与受け取りの扱いとなるようです。次に、2つ目の特典。コンビニ ATM の手数料が無料になる点について解説していきます。この特典では、選択した翌月、ローソン銀行 ATM、E ーネット ATM、セブン銀行 ATM の手数料が1回無料になります。 ちなみに、毎月25日、26日は、選べる特典の選択状況に関わらず、コンビニ ATM の利用手数料が無料になります。なお、25日が土日祝日の場合は、その前営業日。 26日が土日祝日の場合は、その翌営業日が手数料無料の対象になります。3つ目の特典は、メリット1のところでも触れた V ポイントアッププログラムのプラス1%還元です。この特典を選んだ場合、選択した月の利用に対する還元率がプラス1%されます。最後、4つ目がご利用特典です。この特典を選ぶと、選択月末時点の残高が1万円以上の場合、 翌月中旬までに漏れなく100ポイントが付与されます。このようにお得な選べる特典ですが、初期の設定では ATM の手数料無料が選択されています。そのため、他の特典を選択したい方は、次に解説する方法で選べる特典の変更を行いましょう。ちなみに、私自身は給与振込がなくても2ヶ月連続で一度に3万円以上の振込がある場合、確実に毎月200ポイントがもらえる給与、年金受取特典を選択しました。それでは選べる特典の設定、変更方法について て解説ししいききまますすめにに三井住友銀行アププリをを開き画面ののの真ん中付近にあるコンビニ ATM 手手数料振込手数料の無料料振込無枠の部分をタップしますそうすると、こちらのような画面へ遷移するので、画面の下の方へスクロールします。こちらの画面から下の方へ移動すると、こちらのような選べる特典の選択画面が出てきます。選べる特典はデフォルトでコンビニ ATM 手数料無料になっているので、他の特典がいい方は選択解除をタップしましょう。選択解除を行ったら、選べる特典 のの中から好きななププログラムをををを選選びび翌月の得点を変更するをタッしししままょうちなみに私は給与年金受取得点とご利用得点を選びましたこの手順で選べる特典の変更が完了するとこちらのような画面が表示されますので画面右上のバツマークをタップしてホーム画面へ戻りますこのような方法で選べる特典の変更が行えます選べる特典以外のオリーブの登録や設定方法は動画概要欄にあるオリーブの始め方についてまとめた別動画をご参考ください 次に、オリーブの利用で貯まる V ポイントについての注意点について解説していきます。ここから V ポイントの主な使い道について紹介していきますが、楽天ポイントや D ポイント、ホンタポイントなど、他の共通ポイントと比較すると、使い道や交換先が少ないと感じるかもしれません。まず一つ目の使い道が、キャッシュバックと呼ばれる三井住友カードの支払いへの充当です。1ポイント1円として、カードの支払いに利用できるので、私もよく利用しています。二つ目の使い道が、SBI 証券での投資信託の の購入ですこちらのサービスでも1ポイント1円として投資信託の買い付け金額に充てることができますまたビザタッチ決済の利用も1ポイント1円でポイントを利用できる使い道の一つですまた提携先のマイレージとの交換や楽天ポイントなど提携ポイントとの交換にも利用できますただしこちらの交換レートの表にまとめたように1ポイント1円よりもレートが悪い点を頭に入れておきましょうまた ギフトカードの交換などにも利用できますが、私の場合、1ポイント1円の10日レートで V ポイントを利用したいので、三井住友カードの支払いに V ポイントを利用することが多いです。ちなみに、V ポイントを三井住友カードの支払いに充当する V ポイントキャッシュバックの方法について解説しておくと、まず、三井住友銀行のアプリを開いて、V ポイントの部分をタップします。そうすると、こちらのような V ポイントの確認画面が表示されるので、画面の右上の方にある、交換するをタップしましょう。交換するボタンをタップすると、 アププリからウェブ,ブラウザに移動すすすることへへのの了承画面が表示されままではいをタップして先へ進みますそして、ウェブブラウザに移ると、こちらのような画面になりますので、画面下のポイント交換ボタンをタップしましょう。ポイント交換ボタンをタップすると、こちらのような画面が表示されますので、OK ボタンをタップして、三井住友カード株式会社の V ポイントサイトへ移動します。こちらは、移動先の V ポイントサイトです。V ポイントを三井住友カードの支払い金額に充当したい場合は、お支払い金額にキャッシュバック、充当をタップしましょう。 「お支払い金額にキャッシュバック」「重当をタップするとこちらの画面に移動しますので画面中央の「お支払い金額にキャッシュバック」「重当をもう一度タップします。 そうすると、こちらのような画面に切り替わりますので、画面下のポイント交換をタップしましょう。ポイント交換をタップすると、こちらの画面に遷移しますので、画面の下の方へ移動して、こちらの画面のような1ポイント1円をタップします。そうすると、ようやくキャッシュバックのポイント入力画面にたどり着きます。ひとまず、画面下部へスクロールして、こちらのような画面でポイント数を入力。さらに、支払い重当するカードを選びます。また、カードの支払い日も選択して、同意の上、次画面へ進むをタップして、こちらのようなポイント ポイント交換の確認画面へ移動しますこの画面上で下の方へスクロールすると V ポイントの利用先と利用するポイント数が表示されていますので内容を確認して決定するボタンをタップします無事キャッシュバックの申請が完了するとこちらのような画面が表示されますまたメールでの通知も届くので合わせて確認しておくといいでしょう 次にミリオ口座管理手数料について解説していきます三井住友銀行を利用していれば問題ないですが2年以上三井住友銀行の口座を利用していない場合税込1100円の未利用口座管理手数料が発生する点に注意しましょうこの未利用口座管理手数料が発生してしまう条件は2年間銀行口座に入出金がなくさらにこちら4つの手数料免除の条件に1つも当てはまらない場合ですちなみに利息の入金や未利用口座管理手数料の引き落としは入 出金として判定されませんただし手数料免除の条件に口座残高が1万円以上という項目があるので例えば2年間一度も入出金がなくても三井住友銀行の口座残高が1万円以上であれば未利用口座管理手数料を回避できますまた未利用口座管理手数料の注意点に関してもう少し詳しく見ていくと未利用口座管理手数料の引き落としは三井住友銀行の口座から自動で行われますそしてこの手数料の自動引き落としの際に口座残高が手数料 1100円に満たない場合残高没収の上口座が自動解約されてしまいます口座の強制解約と聞くと少々恐ろしいように感じますがこちらの図のように未利用口座管理手数料が発生する対象者の方には引き落としの約3ヶ月前に事前にメールが送付されてくるようですそのためこの案内メールを受け取った後に残高を1万円以上にしたりもしくは何か新しい取引を行えば未利用口座管理手数料や口座の解約は回避できます 次に、オリーブフレキシブルペイで選べる国際ブランドの注意点について解説していきます。三井住友カードナンバーレスなどのクレジットカードの場合、国際ブランドはビザだけでなく、マスターカードも選択できますが、オリーブフレキシブルペイの場合、ビザブランドしか選べない点に注意しましょう。マスターカードブランドは選べません。ただし、オリーブのメリットを説明した動画でも解説したように、オリーブフレキシブルペイを持っていても、他の三井住友カードの発行が可能です。そのため、私の場合、オリーブフレキシブルの他に楽天キャッシュを お得に調達するためのカードとしてマスターカードブランドの三井住友カードゴールドナンバーレスを持っていますちなみにマスターカードブランドの三井住友カードで楽天キャッシュをお得に購入する方法は動画概要欄に掲載した別動画をご参考ください 次に、オリーブアカウントの解説に関する注意点を解説していきます。三井住友銀行の口座を持っていない方の場合、すでに三井住友銀行の口座を持っている方よりも、オリーブアカウントの解説に時間がかかります。私がアカウント開設する際に、オペレーターの方に実際に確認してみましたが、こちらのような回答をいただきました。オリーブアカウントの解説には、三井住友銀行の口座開設も必要になるため、既に三井住友銀行の口座をお持ちの方は、オリーブアカウントは3営業日程度で完了するようですが、まだ三井 住友銀行の口座を持っていない方はオリーブアカウントの開設までご営業日程度かかるようです。とは言っても1週間程度で口座開設が完了するので気長に待ちましょう。 次に、オリーブのアカウントランク変更に関する注意点について解説していきます。オリーブでは、ポイント還元率や、年会費、各種特典、お得度が異なる3種類のアカウントランクがありますが、ゴールドからプラチナプリファードへのアップグレード、さらにダウングレードなど、オリーブのアカウントランクを切り替える場合は、一度解約してから、また新規で申し込む必要があります。そのため、最初にオリーブアカウントを選ぶ際に、慎重に吟味しましょう。オリーブアカウントや、三井住友カードのランク、ステータスの比較、さらに、オリーブアカウントの 具体的な設定方法などは動画概要欄に掲載した別動画をご参考ください。ちなみに、オリーブアカウントの変更の流れ、手順を解説しておくと、はじめに、オリーブフレキシブルペイを解約するために、三井住友銀行アプリにログインして、こちらの図のように、ホーム画面上のメニューをタップします。そうすると、こちらのような画面へ移動しますので、画面の下の方へスクロールします。この画面上で、下の方へスクロールすると、こちらのような画面が表示されますので、画面中央の講座解説、切り替えをタップします。先ほどの画面で、講座解説、をタップ 解説切り替えリンクをタップすると、こちらのような画面へ遷移するので、また画面下部へ移動します。そうすると、こちらのような画面が現れますので、オリーブアカウント、マルチナンバーレスカードを解約をタップすることで、オリーブフレキシブルペイの解約申し込みが完了します。そして、解約手続きが完了すると、クレジット機能のない IC キャッシュカードを発行され、このキャッシュカードが手元に届き次第、三井住友銀行アプリのホーム画面から、オリーブアカウントへの切り替え手続きが行えるようになります。ちなみに、キャッシュカードが手元に届く 前に切り替え手続きを行ってしまうと手元の「オリーブフレキシブルペイ」が ATM などで利用できない状態となってしまうようなので注意しましょう。 次に、オリーブフレキシブルの審査に関する注意点について解説していきます。オリーブアカウントの解説には、オリーブフレキシブルペイ、クレジットモードの申し込み、審査が必須ですが、オリーブのアカウントランクで、年会費税込5500円のゴールド、また、年会費税込33000円のプラチナプリファードを選んだ場合、クレジットモードの審査に落ちた場合でも、年会費が発生してしまいます。また、クレジットモードの審査に落ちて、デビットモードのみの支払いになってしまった場合、本来、最大15%還元を受けることができる支払いで、 コンビニなどの加盟店でビザタッチ決済を行った場合のプラス4.5%の還元さらに家族の登録で最大プラス5%還元の合計プラス9%還元分が対象外となってしまいますこちらの画像の赤枠で囲った部分の還元が丸々なくなってしまうのでクレジットモードの審査に落ちてしまった場合はオリーブ自体を解約するか年会費がかからない一般ランクへ変更するのが無難ですただしすでに三井住友カードゴールドナンバーレスで年会費無料になっている方や今後 三井住友カードゴールドナンバーレスで年間100万円を利用する予定の方は年会費無料のオリーブに引き継ぐことができます。 引き継ぎができる対象期間は2024年2月末までで、対象条件は三井住友カードゴールドナンバーレスで年会費永年無料の条件の年間100万円利用をすでに達成されている方、またはオリーブフレキシブルペイゴールドの年間100万円利用の集計終了までに三井住友カードゴールドナンバーレスの方で年間100万円利用を達成された方となっています。もう少し達成条件について詳しく見ていくと、 すでに、三井住友カードゴールドナンバーレスで、 年会費永年無料の条件を満たしている方は、オリーブフレキシブルペイ側でも永年無料を継続できます。また、三井住友カードゴールドナンバーレスをお持ちの方で、まだ年会費永年無料の条件を達成していない方でも、オリーブフレキシブルペイゴールド側の集計終了期間までに、三井住友カードゴールドナンバーレス側で、年間100万円利用の条件を達成すれば、年会費永年無料をオリーブ側に引き継ぐことができます。このように、三井住友カードゴールドナンバーレス側で の年会費無料の特典はオリーブに引き継ぐことができるので、フレキシブルペイのクレジットモードでゴールドランクの審査に落ちてしまった人はこの特典を利用するのも一つの手です。 次に、家族カードについての注意点を見ていきます。オリーブフレキシブルペイでは、他の三井住友カードと違い、家族カードの申し込みはできません。ただし、家族の登録で最大プラス5%還元が受けられます。家族ポイントの登録で最大プラス5%還元について詳しく見ていくと、家族ポイントの還元率アップは、先ほどから何度か紹介しているオリーブの最大15%還元の図のこの部分に相当します。この得点は、以内ののご家族の方が家族族方がカカーードドではなく三井住友カードの 本会員になっている場合が対象ですまた他のオリーブの還元と同様にコンビニなどの加盟店が家族ポイントの還元対象になりますこのようにオリーブフレキシブルペイには家族カードはありませんが家族ポイントの登録で最大プラス5%還元が受けられるのでご家族の方で三井住友カードを持っている方また入会を検討している方は家族ポイントの登録でオリーブをお得に利用しましょう 次に、オリーブの申し込みや連携方法が分かりにくいという点について解説していきます。オリーブを使いこなすには、アカウントの申し込みから、SMBC グループや SBI 証券のサービス、アプリとの連携まで、たくさんの作業が必要なので、混乱する方も多いと思います。そこで、ここから、オリーブの登録の流れや手順、設定方法を解説していきます。まずはじめに、オリーブのアカウント申し込みを行います。動画概要欄に、オリーブの招待リンク、および招待コードを掲載しておきましたので、申し込みを行う方はご活用ください。 ご視いもれなく1000円分のポイントがもらえます。ここで、オリーブの招待プログラムの内容や参加方法を確認しておくと、オリーブの招待プログラムは、オリーブアカウントの解説後にもれなく1000円分の V ポイントがもらえるお得なプログラムです。招待プログラムに参加するための手順、流れはこちらのようになっています。はじめに、専用リンクから招待コードを入力して、プログラムにエントリーします。エントリー用の専用リンクや招待コードは、動画概要欄に掲載しておきましたので、ご自由にお使いください。エントリー が完了しオリーブアカウントの開設が完了したらオリーブアカウント開設の翌月末時点で預金残高が1万円以上になるように入金することでプログラムの参加条件を満たすことができますオリーブを始める時に誰でも利用できるお得なプログラムなのでぜひご活用ください紹介コードや招待プログラムの専用リンクは動画概要欄に掲載しておきましたのでご興味のある方はご活用くださいちなみに招待プログラムの具体的なエントリー手順はこちらのようになっています はじめに動画概要欄にあるエントリー用のリンクをタップするとこちらのような画面が表示されますので画面中央のエントリーという部分のチェックボックスをタップし画面下部へ移動スクロールしますエントリー画面の下の方へ移動するとこちらのような画面が現れますのでここで氏名やメールアドレスまた招待コードを入力してさらに画面の下の方へスクロールしますさらに画面の下へ進むとこちらのような画面が表示されますので同意事項を確認して入力内容を確認してエントリーを完成 完成させますオリーブの招待プログラムのエントリーが完了したら、いよいよ、オリーブの申し込みを行っていきます。オリーブの招待プログラムのエントリーが完了したら、次に、三井住友銀行のアプリをインストールします。そして、オリーブアカウントの申し込み、SMBCID の登録の順に手続きを進めることで、オリーブの利用が行えます。次に、オリーブアカウントの申し込みから、審査完了までの時間、スケジュールを確認しておきます。審査件数の混雑具合や、職業、年数、また、申し込みカードのステー デタスによって審査期間に違いが出ると思いますが私の場合オリーブアカウントの申し込みからオリーブフレキシブルペイクレジットモードの審査完了まで以下のような日数がかかりましたまずオリーブアカウントの申し込み完了後4営業日後にオリーブフレキシブルペイのデビットモードが利用可能になりましたその後3営業日後にクレジットモードの方の審査も完了しました私の場合土日を2回挟んだのでオリーブアカウントの申し込みからオリーブフレキシブルペイクレジットモードの審査 審査完了ままでお,およそ2週間程度かかりました各ステップの詳しい解説やオリーブをお得に使うための必須設定登録方法などの詳しい解説は動画概要欄に掲載した別動画をご参考ください。 次にフレキシブルペイの支払いモードの切り替えで決済ができなくなる場合がある点について解説していきます。この問題がどのような場合に起きてしまうかというと、例えば6月1日のオンラインショッピングでクレジットモードで注文した場合、このまま支払いモードを変更せずに決済が完了すれば何の問題もありません。しかし決済が完了する前にデビットモードに変更してしまうと、例えば6月10日の決済時に銀行口座にお金がないと注文がキャンセルされてしまうということになってしまいます。そのため支払いモード の変更は慎重に行う必要がありますまたフレキシブルペイの支払いをクレジット決済で固定したい方は次に紹介する VPASSID 登録用会員番号を利用するのもいいでしょう。 それでは次にオリーブの2種類のカード番号について解説していきます。この2種類の番号の違いを知っておくことで一つ前に解説した支払いモードの切り替えで注文がキャンセルなどのデメリットを回避できるのでしっかり理解しておきましょう。まず1つ目のカード番号が三井住友銀行アプリのフレキシブルペイの部分から確認できるカード番号です。このカード番号を利用する場合クレジット、デビット、ポイント払いの3つの支払いモードを利用できます。そして2つ目のカード番号が V p a s s ID 登録用会員 番号と呼ばれるものですこの番号の確認方法はこの動画の後半部分で解説しますがこのカード番号を利用することで SBI 証券のクレカ積み立てや公共料金の支払いなどにオリーブフレキシブルペイが利用できますクレジット機能で固定して決済を行いたい場合や次の注意点で解説するように1のカード番号で支払いできない決済などはこちらの VPAS s ID 登録用会員番号を利用しましょう 次に、カード番号が使えない場合がある点について解説していきます。この問題は、前の注意点の部分で解説した、三井住友銀行アプリのフレキシブルペイの部分から確認できるカード番号を利用した場合に発生します。例えば、携帯電話の料金、インターネットや Wi-Fi などの通信料金、また、電気、水道などの光熱費や航空券など、旅行関連の代金、さらに保険料や動画配信、新聞購読料など、毎月の継続的な支払いや自動更新が発生するサービスでは、このカード番号は利用できません。 これは支払いがクレジットからデビットになってしまう可能性を回避するためです。そのため、これらの継続的な支払いにフレキシブルペイを利用したい場合、クレジット決済で固定できる VPAS ID 登録用会員番号を利用しましょう。それでは実際に VPAS ID 登録用番号を利用したい人向けに番号の確認方法を解説していきます。ここまで何度か説明してきた三井住友銀行アプリとは違う VPAS アプリというものを使うので、まだアプリをお持ちでない方はスマホにダウンロードしましょう。アプリのインストール後に v p a パスアプリを開くと、こちらのような画面が表示されますので、まず、画面上部の、オリーブフレキシブルペイの部分をタップします。そうすると、こちらのような画面が表示されますので、クレジットモードになっていることを確認して、画面の下の方へスクロールします。画面の一番下までスクロールすると、こちらのような画面になりますので、画面右下のメニューをタップしましょう。こちらが、メニュータップ後の画面です。番号の確認先は、もう少し下にあるので、画面下部へスクロールします。そうすると、こちらのような画面になり、VPASID、登録用会員番号 の紹介という箇所が出てきますのでこちらをタップしましょう紹介ボタンをタップするとこちらのように sms 認証の画面が表示されますので登録している電話番号を入力して sms を送信して認証をタップしますそのボタンをタップするとこちらのような認証コードの入力画面が表示されますので送付されてくる6桁の認証コードを入力して次へをタップしますそうするとこちらのような画面が表示され画面中央に vpass id 登録用会員番号が表示されますちなみに sbi 証券のクレカ積立の の決済に olive フレキシブルペイをを利用すする場合は自動で vpass id を登録番号が使われますこちらは SBI 証券でクレカ積立を行う際の決済カードの選択画面ですがカード番号の入力は行わずにクレジット決済に利用するカードを指定するだけとなっておりフレキシブルペイを決済カードにした場合強制的にクレジット機能固定の V p a s s ID を登録番号が使われることになりますちなみにオリーブフレキシブルペイで SBI 証券のクレカ積立を設定する具体的な手順方法は動画概要 概要欄にある別動画をご参考ください。 それでは次の注意点。オリーブアカウント開設時に SMS 認証が必要である点について解説していきます。オリーブではアカウントの申し込み手続きの際に何度か SMS 認証が要求されます。そのためデータ通信 SIM しか持っていない方は注意しましょう。また SMS の受信制限をしていたり通信状態が悪いなどこちらに記載したようなケースの場合 SMS 認証ができないので認証コードが届かない場合などはスマホの設定などを確認してみてください。 それでは次にオリーブアカウントを申し込みする際の注意点マイペースリボは選ばないのが無難という点について解説していきますはじめにマイペースリボとはショッピング1回払いの利用分が自動的にリボ払いになる支払い方法です支払い方法が一定金額になるなんて便利と思う方がいるかもしれませんが余計な手数料が発生してしまうので使わないのが無難ですマイペースリボの設定はオリーブアカウントの申し込みの時の毎月のお支払い金額を指定の部分で行いますこのボタンリンクをタップすると こちらのような画面が表示されるので、申し込まない方は、申し込まない、原則1回払いの方をタップして、次に進みましょう。マイペースリボの設定など、オリーブアカウントの設定方法や、失敗しない始め方は、オリーブをお得に始める方法という別動画で詳しく解説しています。概要欄にその動画のリンクを掲載しておきましたので、気になる方は、ぜひご覧ください。 それでは次にオリーブと SBI 証券を連携した際の注意点について解説していきます。はじめにオリーブと SBI 証券を連携するメリットを確認しておくとオリーブの V ポイントアッププログラムではまず投資信託の買い付けで V ポイントの還元率がプラス0.5%にアップします。ポイントアップの条件は月1回以上の投資買い付けとなっているので SBI 証券でクレカ積立を行っている方であれば自動で条件を満たすことができます。また日本株または米国株を購入 するこちらの条件も月1回以上の買い付けとなっているので SBI 証券で米国株 ETF の定期買い付けを設定している方であれば自動でポイントアップが受けられます。私の場合、定期買い付けを設定していないのでタイミングがあれば株式を購入してポイントアップを狙っていこうと思います。 さらに、三井住友カードのサイト経由で SBI 証券の口座開設を行った方であれば、月末の積立ニーサまたは一般ニーサ口座での保有残高が30万円以上で還元率がプラス1%にアップします。この3つの条件すべてを満たせば、プラス2%の還元率アップが行えます。ただし、ニーサ口座の1%還元は、三井住友カードのサイト経由で SBI 証券の口座開設を行った方のみの還元である点に注意しましょう。ちなみに、最大2% をを受けるるためにに sbi 証券の口口座座三井住友銀行仲介座にする方法は一つ,つ目は、オリーブアカウントの開設時に、SBI 証券の口座も同時解説する方法です。オリーブアカウントの解説が完了すると、このような画面が表示されますので、画面の下の方へスクロールします。そうするとこちらのような画面が表示されますので、上記に同意しましたをチェックして、同意して次へをタップすることで、SBI 証券の同時解説の手続きに入ることができます。ここで,すでに sbi 証証券券のの口口座座をををお持ちの方は sbi 申し込ままないをタップすすることで先に進めます私の場合、すでに SBI 証券の口座を持っていたため、こちらをタップして先に進みました。二つ目は、すでに SBI 証券を口座を開設している方が、三井住友銀行仲介口座へ変更するための方法です。はじめに SBI 証券にログインして仲介口座への変更リンクをクリックします。本動画の概要欄にリンクを掲載しましたので、変更を希望される方はご覧ください。変更リンクをクリックすると、 このような画面が表示されますので説明に沿って手続きを行います画面の下の方へスクロールするとこちらのような画面が表示されますので同意事項を確認します最後に SBI 証券の取引パスワードを入力して同意して続けるをクリックすることで三井住友銀行仲介口座に変更できます無事にここまでの変更手続きが完了するとこちらの図のように SBI 証券のログイン画面内の左上に三井住友銀行のロゴが表示されます 最後に、やや細かいものの、覚えておくといい、オリーブの注意点について、いくつかピックアップしていきます。 まず一つ目はフレキシブルペイ。クレジットモードの引き落とし日は毎月26日である点です。通常、三井住友カードの場合、引き落とし日は毎月10日、または毎月26日のいずれかから選べますが、フレキシブルペイでは毎月26日で固定です。二つ目が、すでに三井住友銀行の口座をお持ちの方は、オリーブアカウントの切り替えで V ポイントが消える可能性がある点です。こちらは公式ページの記載ですが、切り替え前の口座が普通預金の場合は、オリーブフレキシブルペイの解約後に V ポイントは 消滅するよううなので解約前に、v、ポイントを利用ししておきましょ三つ目の注意点はこちらも既存ユーザーの注意点になりますが、オリーブの申し込みで SMBC デビットなどの既存のカードが使えなくなるケースがある点です。三井住友カードナンバーレスシリーズなどは問題ありませんが、不安な方はこちらのページで確認が行えます。この動画の概要欄にシミュレーションページのリンクを掲載しておきましたので、確認したい方はご覧ください。四つ目はオリーブフレキシブルペイでは支払いモードによって利用詳細の確認場所が変わる点です。 デビットモードでの支払いの場合、三井住友銀行アプリで利用明細が確認できますが、クレジットモードの場合は、V p a s s アプリで明細を確認する必要があるので注意しましょう。最後は、オリーブに限ったことではありませんが、お得なサービスはお得度が低下する変更、解約が付きものです。直近では、オリーブで一時的に定額自動送金、きちんと振込の新規募集が停止されるなどの事例がありました。そのため、サービスの変更などの最新情報への感度を高めておきましょう。はい、それでは今日の動画のまとめに入っていき 本動画は以下のような内容でしたオリーブは SBI 証券との連携などでお得に利用できるが使う上で注意点がある代表例としてはオリーブアカウントの申し込みや各種設定が複雑である点また便利な3種類の支払いモードも支払いモードの切り替え時特にデビットモードの支払いで注意が必要である点そのためクレジット決済として固定したい場合 VPASSID 登録用会員番号を利用するこのような内容でしたこの他にも本動画内では多くの注意点を解説してきましたので気になった箇所がある方は 動画を見返すなどしてししてっかり理解した上でオリーブの詳しい設定方法やお得な始め方さらにオリーブのメリットについて確認したい方は動画概要欄にある別動画をご参考くださいそしてこの動画が役に立った面白かったという方は高評価チャンネル登録いただけると嬉しいです皆さんのコメントやいいねなどの応援が大変励みになっています本当にありがとうございますマネーの研究室ではお金に関するさまざまな動画を配信しています 面白かった、役に立ったと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。